未解決事案を追っていたある記者が引退を迎えます。四日市市のホテルには送別会のため多くの警察幹部や記者が集まりました。引退するのは80歳の現役事件記者、服部義輝さん。こんなに厳しいけど面白いし、スクープした時は記者まで尽きるんです。いい仕事です。やっぱし人間長生きしないとダメですね。引退まであと10日、50年にわたる記者人生に終止符を打つことが決まりました。今日で水道止まって3日目になります。傷害事件があったのはこのマンションの2階です。服部さんは日々発生する事件や事故の現場に駆けつけ、視聴者にニュースを届けてきました。謙虚に取材をする姿は多くの若手記者に尊敬され、そして慕われています。そうそう、絶対この 3B の鉛筆なんですか。そうそう、もうこれが一番書きやすい。原稿はパソコンで書くのが当たり前となった今でも、服部さんは相変わらず手書き。そんな服部さん、引退を前に一つ心残りなことがあります。これまで取材してきた膨大な資料の中から取り出したのは、やはり一番印象に残っているのは、あの雑誌記者にしていた辻典子さん、またね、未解決です。もう20年になるんですね。一刻も早く事件解決してあげないと、それを願っております。1998年11月、三重県伊勢市で若い雑誌記者の女性が会社の近くの駐車場に車を残した状態で姿を消しました。彼女の名前は辻出典子さん、当時24歳。主に地域のレジャー情報を扱った雑誌の記者でした。やっぱり私も結構この町自慢が好きなので、ずっとやりたいなと、入る前からずっと思っていて、ピンとんだいろんなお店ができて、もっと元気になってほしいなというか、まあ、若い人もやっぱり行けるようなところがもっと増えてほしいなと思います。警察は事件に巻き込まれた可能性が高いとして広範囲にわたる捜索活動を行いましたが、解決に至る手がかりはつかめず、チラシを配るなど公開捜査に踏み切りました。しかし現在に至るまで典子さんの行方は分かっていません。大変ご無沙汰しております。すいません、突然に電話しまして、ですね、例のあの娘さんの典子さんですね。服部さんは引退を前に辻出さんの両親に再び連絡をしました。まあ典子さん行方不明になってですね、ちょうど今年この11月来ると20年になるんですね。要するに風化させては絶対いけないと思いますので、どんなことでもいいですから追っていくと。これまで何度も通った辻出さんの実家、20年経った今でも発生当時と変わらない思いがあります。どうして彼女はそのなぜそんな事件に巻き込まれなければならなかったのか、それがわからないし、それは我々事件記者としても記者としてもなぜ不明だったのか、それは追う必要があると思います。服部です。中華通りの服部です。お久しぶりです。すいません。突然お邪魔します。すいません。ありがとうございます。典子さんの父、安春さんと母、道代さん。娘がある日突然いなくなった悲しみは計り知れません。言いようのないぐらいに、もうどん底まで落とされたような、そういう気持ちでしたですね。ほんの些細なことでも結構ですので、情報をお願いしたいと思います。繰り返し申し上げますけど、ほんの些細なことでも結構ですので、ぜひ警察の方へ連絡申し上げ、お願い申し上げます。あれから20年、家族はずっとその悲しみと戦ってきたのです。
20年経った率直な今の野力さんに対する気持ちがあったらちょっと教えていただけませんですか。野力自身が最後は家族だっていうことはたくさんお友達がいてもね、最終的には家族だっていうのは言ってたことがあるんですよね。で、まあ本人もどこかで見てたらやっぱり私たちがこうやって待ってるっていうの、分かってくれたらなと思いますね。いまだ則子さんの行方を示す有力な手がかりは見つかっていない現状。2人は則子さんが事件に巻き込まれたと考えています。家出をしないといけない理由っていうのはないんですよね。ないでしょうね。だから出るんだったら正々堂々とね言って会社も辞めていくと思いますけどね。その社会人じゃないですか普通ね。普通ですよね。何も別にね、家庭的な下に荷物を持ってね普通生活してみえて、もうタイヤがダメですもん。サマーチャね、これなんですけど、まあまあなんとかね手がかりでも見つかればと思っておいてある。自宅の倉庫には則子さんの車が当時のまま残されていました。時が止まったかのように則子さんを忍ばせるものが当時のままに。しかしどんなに待っても戻ってこない、その気の遠くなるような時間は徐々に希望を蝕んでいきます。 お二人のお気持ちの中で則子さんまだ生きていると思いますか。いやー何もないから、まあ、ほとんどないですね。生きてると思ってます。200% 生きてないです。どう考えても、もう何遍も考えてますね。そればっか。いや、むごいな、しかし。どうしたの、今の 200% いないダメだと思うな。これは辛いな。もう、帰ってくることじゃないですよ。骨が帰ってくることを祈ってるだけですよ。そう考えるまでにはどれほどの辛い思いがあったことか。事件記者は取材で事件の真相を追うだけでなく、事件に巻き込まれた人々の思いに寄り添い向き合っていくのです。20年って一口言いますけどすごい長い期間ですよ。風化させないためにも私たちメディアはこの事件を追っていくと。で、何かそういうちょっとしたものでもいいんです。そこから大きく捜査が展開する場合があるわけですね。当時則子さんの車が発見された場所、そこに残されていた手がかりとは。今日この時ですから、服部さんは捜査を担当していた元刑事の森川さんと訪れます。それで距離的に言うとこの黄色い日本の柱をバーンと果てて突き当たったところぐらいにこう斜めに止まったわけですよね。そうですね、この一角でしたね。はい、こういう車をほっといてということはありえんと。ありえないと、自分がおらなくなるっていうのはね。でその点はおかしいおかしいって初めから言うてみえたんですけどね。おかしいと。森川さんは当初から事件性を疑っていました。車が残されていた駐車場は勤務先に近いものの、本来辻出さんが車を止める場所ではありませんでした。不可解な場所に残された車、一体何があったのか。その後の調べで行方不明となった夜、辻出さんは雑誌の取材先の男性と面会し、車の中で話したことが分かりました。しかしその後の行方はまだ分かっていないのです。有力な情報は得られず今も未解決のまま。やはりこれだけの大きな事件であり、家族はね、一日選手の思いでお嬢さんの元気な姿を待ってるわけです。これはやっぱ絶対に風化させていけないと思います。県民市民の多くこれを心
こういう事実あるんです、はい、それを伝えること、これは大事だと思います。事件を風化させたくない、そんな思いを持ち続けたまま記者を引退します。